阪市鶴木に来ています。こんにちは、ビヨンスです。さあ今日ご紹介するお店はですね、こう歴史を感じる建物こちらなんですが、看板には大谷醤油と書いてありますよね。こちらはですね明治創業で歴史を感じる醤油店なんですが、でもね今日紹介するのはお醤油じゃないよ、何かなっていうのは詳しく聞いてみましょう。よろしくお願いします。こんにちは、ようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。大谷道夫店長です。はい、さあ店長、最近ね、はい、新しいこと始めたって聞いたんですが。そうなんです。それは一体何ですか。はい、お店の一部を改装させていただいてカフェをオープンさせていただきました。お醤油屋さんカフェ。はい、そうです。これはちょっと面白そう。早速じゃあお邪魔していいですか。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。失礼します。あ、お邪魔します。あったかい、よかったです。はい、さあ店内入るとね、こう白と貴重にしたお店ですし、前に行くとこう入ってすぐがお醤油がやはり並んでますね。はい、そうなんです。これカフェやけどもお醤油は買える。買えます。あ、買えるんですね。そしてその下には焼き菓子が並んでますよ。はい、いや、どれも美味しそうですね。ありがとうございます。メイの京子が焼いてます。あ、めいっ子さんが流れとるんですか。はい、いや、どれも本当美味しそうなこう焼き菓子並んどるんですが、こんなこだわりとかあるんですか。こだわりですか。はい、大谷醤油の白山のしずくを使って、焼き菓子にコクを出しています。焼き菓子にはこのお醤油が使われとるんですか。そうなんです。これは面白いですよね。はい、この焼き菓子すごい人気やったの聞きましたし、はい、この焼き菓子はテイクアウトのみなんですよね。はい、そうなんです。はい、さあそして皆さんにちょっと円先生にクイズ出そうかな。はいはいはい、円先生、実はこの後ろの壁なんですが、まあ、醤油屋さんならではのものが使われとる壁なんです。それは一体何でしょう。醤油屋さんならでは何。大豆。うん、大豆。なるほど、では正解をお願いしてもいいですか。はい、実は醤油なんです。実は醤油を使ってる。はい、どういうことですか。そうなんです、地元の有名な酒屋さんなんですけれども、はい、お客様が店内に入られて一番目につく土壁に醤油を使いましょうということで、特別な技法で塗ってくださってます。これ醤油の色なんですね。これは醤油屋さんならではのお出迎え方法ですもんね。はい、そう、そしてね、まあ、なんて言っても醤油屋さんがカフェを始めたっていうのはなぜかっていうのは気になります。はいはい、そうなんです。まあ、醤油の需要もだんだん減ってきたということもあるんですけれども、観光客の方が結構通るようになったんですね。だけどこの通りにはちょっと一服するところがなかったので、作りたいなと。で、京子の美味しい焼き菓子も売りたいなと思ってました。じゃあその京子さんおすすめね、はい、まあ、お菓子が美味しいということで、せっかくなのでね、このカフェのおすすめメニューもいただきましょうということで、はい、ぜひどうぞ。ありがとうございます。こちらカフェスペースになっていて、はい、こじんまりとしているんですが落ち着きますね。ありがとうございます。ほっとしますよ。さあいただきましょう。はい、ありがとうございます。こちらがコーヒーとガトーショコラになります。あ、見て見て、とっても素敵ですよ。おしゃれですし器も素敵ですね。ありがとうございます。ご先祖様が使ってた器です。じゃ結構歴史のある。そうですね、もうくたに焼きですね。そうですね、いい仕事しますね。じゃあいただきましょう。カップも素敵。ガトーショコラ、あ、いいですね。しっとりとしてるのが分かりますよ。でクリームと一緒にじゃあいただきましょう。はい、このクリームの上に乗ってるのは何になるんですか。クランブルなんですけども、はい、これも醤油の手作りのクッキーでございます。クッキーなんですね。はい、そうです。ではいただきます。はい、お召し上がりください。どうでしょう。ブラボー。ブラボー。いや、すごいね、こうチョコの濃厚さもあるんですが、はいはい、なんだろう、ちょっとお醤油の風味感じます。そうなんです。でしつこすぎないとも思うんです。はい、お醤油使ってます。でもほんのりとした醤油なんです。この醤油の香りがあるからこそ、はい、この甘さが引き立つと言いますか。はい、面白いですね。ありがとうございます。しかも皆さん、こちらのカフェなんですが、うんうん、他にもね、こうカフェメニューがあって、ジェラートがなんと、ジェラート、マルガジェラートさん。そうなんです。コラボで作っていただきました。ちょっとこれも食べたいですね。はい、マルガジェラートさん。はい、マルガジェラートさんと、あ、ありがとう。あ、色が濃い。そうなんです。これはもしかして、うわ、醤油です。醤油を使ってた。醤油&チョコです。醤油とチョコレート。はい、ちょっといただきますね。はい、面白い。なんか
醤油ってたまにキャラメルみたいな味するときないですか、うんね、甘いものと合わせると、うん、どうなるんだろう、うん、何感じますか、うん、最近に確かにあの最初にこのミルクの濃さを感じるんですよね、はい、その後から森重ちゃんが言ったように、うん、こう醤油のキャラメルっぽさがあっての、最後ふわっとチョコレートのそうなんです、最後にチョコでまとめてくれるっていうのはすごいですね、あの一口でいろんな味を織りなしてきますよね、いやさすがですよ、これはもうここでしか食べられない、ここでしか召し上がれません、限定品ですから、はい、ぜひとも、ね、皆さんここに食べに来てください、はい、しかもね皆さん、まあ、こちらのカフェ、うん、何やらビップルームがあるそうです、ビップルームか分かりませんがぜひご案内させてください、ちょっと行ってみましょう、はい、どうぞ、すごくねあのファンが多い場所があるそうなんですよ、ちょっとお店出ますね一回、お足元を出まして、お足元気をつけてください、さあ裏に回りますよ、段差に気をつけて、こちらに行くと、こちらねあのお醤油蔵のそばなんでお醤油のいい香りもするんですが、こちらでございます、はい、素敵、ありがとうございます、こちらは、はい、昔茶の間だったとこなんです、その隅にテレビあって見てました、へ、はい、茶の間でもともとあった場所ですか、そうなんです、皆さん天井ご覧ください、立派なありですよ、こりゃすごい、いやすごいですね、こうね重厚感があるんですけども、ね、なんかどこかのこの伝統の美というか繊細さも感じて、はい、やっぱホッとできますね、こちらもライティングもいいですね、でこちらね小さなお子様連れの方もねこちらの方でねゆっくりお茶ができるんですよね、はい、はい、そうです、じゃあこちらでもそのカフェメニューいただいてもいいですか、はい、お願いします、立派な道具、あどこでもドア、こちらは麹で作った甘麹になります、剣には五条造ありまして麹屋さんが2軒あるんですね、でそれでうちでも甘麹を召し上がっていただこうと思っております、これまた美しいですね、気をつけてください、 あったかい、ほら綺麗な色してますよ、ね、体にも、ね、喜ぶ味ですよ、いただきます、はい、いいですね、こういう雰囲気で飲むとなんかちょっとシャンとしますね、シャンとしますか、シャンといただきます、いい器です、ありがとうございます、蔵から出てきました、ね、ほっとしますね、ありがとうございます、すごい優しい甘さで、優しい甘さですね、本当に優しい甘さで、しかもほんのりと生姜の香りもしますね、はい、はい、これねスプーンで、はい、混ぜて混ぜるとまたね、また生姜の香りが立つんですよね、はい、ちょっと失礼しますね、芯から温まるね、ちょっとこの雰囲気ちょっといいですね、飲む点滴と言われてますからね、体も温まりますけど体にもいいです、いやそうですよね、はい、また生姜が体ポカポカにしてくれますし、はい、うん、どうでしょう、ちょっと二口ほど飲みましたから少しだけ美人になったんじゃないですか、ピッカピカです、ピッカピカです、ありがとうございます、あもうスタジオもね張りとか急にその出ないから本当に、ね、すいません、ありがとうございます、さあこちらのお店のね詳しい情報はホームページだったりインスタグラムチェックしたらいいですね、はいはい、ぜひご覧ください、ね、それでは最後に視聴者の皆様に一言お願いします、はい、はい、テラス席も今後予定しております、で剣には他にもいろんなあの素敵なお店がたくさんあります、うん、ぜひ日本の技術と伝統を見に剣に遊びに来てください、お待ちしてますよ、お待ちしてます、さあ白山市剣にあります大谷醤油カフェ、明日明後日はお休みなんですよね、はい、すなのでその辺のようチェックして皆さんお越しください、以上生中継でした、みんな待っとるよ、待っとるよ。